皆さんこんにちは、スーパー GT タイムズでございます。今日はあのバックグラウンドミュージックもですね、まあ、バックグラウンドミュージックは後でつけるかな、なんか普通の、いわゆるいつも使ってるパワーボもないんですけども、なんでかって言って今出先でですねドンキホーテにおりまして、ドンキホーテのですねつけ麺を食べて、ドンキホーテの中にあるつけ麺屋でつけ麺を、食べているところなんですけども、スーパー GT のですね結果を見てですね、まあ、ちょっと急遽回してるんですけども、急遽回すとかですね別にやりたくないんですけども、まあ一応やりましょう。まずですねこれは GT500 クラスのですね、これ結果の下の方の15位あたりですけども、アステモがですねこれノータイムだったんですよ、あの予選が。だから 107% もちろん、超えてないわけですから、これどういう扱いになるのかなと思ったんですけども、やっぱりですね、15位という予選順位が与えられているわけですね。ということはやっぱり、予選、Q2 走んなくてもピットスタートにはならないっていうことになるじゃないですか。でこれがいいか悪いかって話なんですよ。でぶっちゃけて言うといいわけないんですよ。例えば、予選の Q1 で、まあ、タイムだけ残しました、失敗しましたってことになったら、まあ、まずやらないじゃないですか Q2。 いやこれ Q2 走んなくてもいいよっていう規定を追認することになるんですよ。これ前の動画でも言いましたけど、これではっきりしましたよね。予選は、Q1 だけ走れば Q2 はほぼどうでもいい、あの上位以外は。下のチームは予選なんかもう走んなくていい、 Q2 走んなくていいよっていう、それを追認する意味が僕には全く理解できないんですよね。これだったら絶対是が非でも走らせる方が、お客さんがやっぱり喜ばないでしょ。これ困ると思うんですよね。皆さんはいかがお考えでしょうかね。というわけでドン・キホーテの佐々木から、スーパー GT タイムズをお届けしました。いいと思った方はいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。